2021年10月の中学生の講室です。こちらは月齢の方ですね。昇級試験と隣にありますので、お間違いないようにお願いします。はい、ではこちら書いていきます。今回もこちらですね、 G3、0.7 使っていきます。はい、ではあ、そっか、下の部分ちょっとこう見てくださいね。こういう感じでね、斜めになってますね。なのでこれ1行目をちょっとここ開けておいて、下目いっぱい使うような、そんな感じです。はい、いきます。中心に乗せるようにして、ちょっとふわっと持ってくるといいです。そうするとキュッとやりやすいですね。うん、でトントン、こんな感じの長さ、差をちょっとね、つけておいてください。そうすることで、ここにこう入り込んでいけますね。ふわっとさせておいて、グワーンってこうきます。そして、ギュッてこちら側にギュッとね、こういうラインです。ギュッとして、ここを広く取るような、そんなイメージで、こちらは横に行くような感じからのストーン。こんな動き方をしてますね、ここね。はい、ここはちょっと下に行くような感じです。そしてふわっとさせて、この浮かんぶりでトントンで、見るという字が来ますので、こちら長くしすぎないようにするっていうのと、もう一つちょっと下に下げておいてくださいね。そしてこう上にこう上がっていきます。で、下ちょっと長めにしておいて、なるべく中身は上の方、上の方でしといて、下にストンって落としてキュッと上がって、またストーンですね。でトントンってしたら、次は歯に行きます。はい、両感はですね、で下の部分ね、見てくださいね。はい、トク1,2,3,4,5 で、こっち向きにかなり内側に向いてますよね。で、ここまでで一旦よく配分を見ておいて、でこう上に来てトントンってしたら閉じる。はい、心の一画目はあまり寝かせない方がいいかな。ちょっと立ち気味な感じにしておいてください。でトントンで、ここでギュッてさせたら、そのままののことを考えながらそちらに行くような、そんな感じで跳ねるというかね、スッとこう力抜いて、の、この高い、トントンですね、高い、2つずつの塊でやってあげるといいですね。ここも、ストーン、キュッとして、で、あるとともに、そうですね、こちら、はい、あるとですね、1,2,3あから、そのままる、そのままとに行ってもいいかな。との一画目とかまでキュッとしておいて、とグイッと上がってトントン、グーッと来といて、ペン、1、こういうそうですね、漢数字、これ1だけなので、詰めちゃうとっていうかね、詰めすぎてしまうと、なんかほら一体化しちゃうような感じに見られがちでしょ。ちょっとだけ気持ち、ちゃんと1字だよっていうのをね、思ってあげる
といいです。だからちょっとはなんだろう、くっつけすぎないというかな、くっつけすぎちゃうとなんかね変な感じになりますよね。ちょっとそこ注意してください。なる。そう、今ここの部分こういう傾斜ができましたよね。こうなってこうなったらこの辺で終わりたいなみたいな、そんな感じでね思っておいてください。はい、で芸術ですね。1,2,3,4 下から5上がっていきますね、かなりね。はい、術1,2,3と上がってストーン、なんか直線に近いですよね。あんまりふにゃってしないようにこういうところ1,2ふにゃふにゃするとあのうまくこういうところ入らなくなりますので、くねっとしてないなって思いながら結構スッとした直線ラインですね。でもはい、中学生の月齢です。はい、こんな感じです。失礼します。